にちは。上野こっちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。ワクワクしてっかい。ちょっと今詰まったのごまかしだよ、ね。すいません。ワクワクしてるかなと思って単純に。こんちゃーってなってたもん、ね。あ、こんちゃーだね。こんにちはじゃないよ。こんちゃ。珍しくマドワイザー飲んでる。これ動画で初めてかな。うん、僕がね、うん、こう酒を飲んで、あ、乾杯。テンションおかしくなってるもん、ね。いやー、ちょっとね飲んでるからいい感じに温まってますんで、うん、今日はねさらに面白いこと言えるように頑張りたいなと思います。ね、禁止用語以外だったらいいよ。うん。でも2022年が終わるよ。そうなんですよ、うん、これ最後の動画ですよ今年、うん、うんね、今年はどうでした？まあ、なんかやるべきことをまあまあまあそれなりにやって、うん、まあ、なんかちょっと遊び心も出せた年だったというか、うん、いいね、まあ、ざっくりしてるけど、うん、でもなんかねいろいろ俺らもやること増えたりとかさ、うん、できることも増えた1年だった気はするよね。そうですね、ただ俺今年めっちゃ忙しかった気がするんだよな。うん、もう半年ぐらい前からいろいろこう、うん、ね、ライブの企画にね、うん、携わったりなんかバカ忙しそうに見えてたよ。うん、本当に。でもなんか充実してたね。うん、振り返ればね、うん。なんかうまくいったこともうまくいかなかったこともすごいいっぱいあったけど。うん、あったけどもね、うん。なんかこうやってね、なんだかんだ YouTube 続けてるしね。確かに。うん、本当にヤバくなったら多分 YouTube 撮んないから。そうだね。まだ撮れるよってことだもん、ね。そう、うん。まだ本気出してないぜ。そう。これはまだまだ伸びしろあるぜ。そう。これからだぞみたいな。そうなんですよ。まあでも。2020年、うん、皆さん今年もありがとうございました。そうですね、ありがとうございました。動画の取り納めは、うん、まあ今回リチウムから、うんうん、まあなんか今回の内容も俺たちが今までやりたかったけど5年前見せ始めた時は考えられなかったよね、うん、ああ確かにこんなことになるとは思わなかったよね。僕たち的にはもうまあ大きな一歩というか、うん、になるよね多分ね。そうだね、うん、まあある種5年1個区切りな感じじゃない、うんうんうん、でもなんかここからまたいろいろできそうな気がしてくる、うん、そうですね、企画ですよね、うん、ですね、うん、ということで、はい、今回も持ってきます、うん、はい、お願いします。はい、では、うん、先ほど申し上げました、うん、我々の、うん、我々人類にとっての大きな一歩とは、まあ、壮大すぎる。壮大すぎる。あ、そっか。じゃあ、我々にとってのね。リチウムクローバーね。リチウムクローバーね。そうね。の大きな一歩とは何なのか。うん、はい。ついに、リチウムクローバー、うん、オリジナルウェアを作ります。うん、おー、でかいですよ、この一歩ね。古着屋でオリジナルウェアって、やっぱもういろいろヴィンテージ見てきてさ、これ作りたいなってあったじゃない、うん。あるね。今までリストバンドとかやったりしたけど。小物でしたよね、うん、やっぱりね。うん、でも、服をね、うん、作るところまで来たと思うと。いやー、すごいね。嬉しい。嬉しいね。しかもね、うん、かなりのこだわり用というね、うん、まあ、初回の初期衝動が詰まったというのかな。そうだね。うん、ですよね。そして、うん、今回作ったのは、こちらですね。うん、おー。70、80年代の、イギリスの、はい、うん、まあ、うちでパンクモヘアニット。あ、定番でやってますよね。うん、パンクスタイルモヘアニット作りました。おー、よいしょ。オリジナルモヘア。オリジナルモヘアです。いいですね。はい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 。めっちゃ時間コストかかったけどね。うん、でもそのおかげで年内なんとか間に合って、いろんな人に協力していただいて、うん、うん、形になったことを嬉しく思うし。いや、そうですね。まあ、そして、うん、ね、26日か、うんうん。このモヘアの撮影をやってきまして、うん、なんとね、うん、撮影戻りが。そうなんですよ。うん、スペシャルの方もね、そうです、お願いしましてね、うん、こちらの今井明信さん、うわーがすごいよね、うん、オリジナルで作った、うん、まあ、こだわりの詰まったモヘアニットさ、うん、まあ、あの今井明信さんがさ、うん、来てスタイリングを組んで、うん、ね、写真を撮らせていただいて、うん、だからスタイリングバイリチウム、そうですね、元バイクローバー、あー、一応はい、僕もあの片足くらい突っ込んでますからいやでも、うん、なんかテレビの中の人じゃん、え、ほんとそう、あ、うん、いつも思うんだけど、ああいうね、うん、その画面で見てる人、うん、生で見た時、うん、あ、この人本当いるんだなみたいな、いや、そうだよね、なんか、うん、ふわふわした感じだったよ、そうそう、うん、不思議な感覚だったけど、うん、なんかね、とてもなんか素晴らしい方ですよ、ね、うん、本当に今井さんありがとうございます。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃ寒い中、うん、ですね、1時間2時間ね、うん、外ロケ付き合ってくれてね、そうですね、うん、もうめちゃくちゃ、うん、貴重な経験をね、そうですね、させてもらってね、うん、またなんか、うん、ね、機会があればぜひ、まあそうですね、じゃあまあ、うん、今井明信さんというね、うん、とても、まあ、めちゃめちゃかっこよかったわけですけど、めっちゃかっこよかった、足クソ長かった、そうなんですよ、足長すぎてビビったねだからもう俺もこうやっぱさ、うん、ヴィンテージでスタイリング組むわけじゃん、うん、だからやっぱデフォルトであるレングスなわけじゃん、うん、俺だからなんとなく身長とかも聞いてて、うん、こんなもんかなって思ったレングス余んなくて、うん、スタイルがマジでよかった、スタイルマジでよ、そうなのよ、でそのね、
着ていただいたモヘア、うんうん、まあそのどれだけこだわって、うん、ね、思いを詰めてね、うん、作ったかっていうのをね、うん、ぜひねこう、うん、ね知っていただきたいというか、うん、なので詳しいこのディテールの部分というかね、うん、説明させていただきたいですね。説明させていただきます。はい、はい、お願いします。よし、じゃあモヘアニット、はい、うん、まあ道のクローバーオリジナル、そうですね、うん、ちょっと広げながらいきますか、はい、うんうん、まず、うん、まあ、パッと見ていただいて、うん、まあ動画でもねよくイギリスモヘアの説明はするけど、はい、なんか見覚えのある柄な人も多いんじゃない？うーんですね、確かに、うん、まあアブストラクト系の柄、まあ、そうです、抽象柄、うん、まあ稲妻が走るような、まずこの柄には結構こだわって、うん、デザイナーさんにも、うん、今まで売ったモヘアニット、うん、で所在が分かるところお客さんに声かけて、うん、何着か回収して、あ、そうだったんだ、うん、はいはい、うん、ちゃんとみんなに返したよ。あ、なるほど。で回収して、うん、そのだから70、80年代の当時もののアブストラクト柄のモヘアニットをデザインソースにして、はい、うん、おー、はいはい、うん、作りました。だからこう斜めに走る抽象的な、あ、うん、この感じね、稲妻柄、うん、シドのねアブストラクトみたいなの放射状に入るやつもいいなって思ったんだけど、そうじゃなくてやっぱり俺の中では、うん、この柄というかこの稲妻系のこの柄がいいアブストラクトだなと思ってて、うん、そういうモヘアを何個か回収して、はいはい、この縦に入るか横に入るかとか、なるほど、幅とかいろいろ調節しながら、うん、作らせていただきました。はいはいはい、で背面も、うん、アブストラクト、こうなってるんですね、うん、いい柄だね、うん、これね、うん、で、あとこだわった点というか、はい、っていうのはやっぱうちでも UK モヘアで人気のある色ってあるのよ。あ、うん、そうなんだね、これは早いなとかこれ人気あるなっていうのは、うん、やっぱりブラック、あ、強いね、うん、ブラックね、ヴィンテージのブラックやっぱ強いじゃん、うん、ブラック、あとはターコイズ、わかりました、うん、わかりました、言いたいことが、そう、はいはいはい、だから希少だし人気のある色、うん、はい、まあ UK もので人気のある色だよね、特に、うんうん、そうだね、うん、をヴィンテージでその組み合わせなんて、うん、UK モヘア、7、80の UK モヘアで見つかんないから、うん、もう作っちゃいって言ってる。なるほど、うん、それある種ね、そのオリジナルの醍醐味ですよね、うん、そうだね、あったらいいなを、うん、こうね、具体的にこうね、うん、作るっていうのが、ヴィ、ねうん、ンテージのデザインス、俺がこのアブストラクト柄好きだな、7、80の UK モヘアでこの柄好きだなっていうのを、うんうん、デザイナーさんに色々調節してもらいながらやって、カラーはもう俺はこれが良かった、ね、あ、うん、ここはもうカラーに関しては最初に決めたぐらいですか、うんうんうん、そうだね、まず絶対オリジナルで何パターンか作っても黒ターコイズの組み合わせは作りたい、おお、うん、はい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 、なるほど、でそれプラスなんかそれだけじゃ物足りないなと思って、うんうん、柄のところを継ぎはぐパターンでレモンイエローのステッチ、ああ、ほんとだ、ここね、すごいね、うん、ここもう全部入ってるね、うん、がっつり太めのイエローステッチ入れてもらって、はいはい、うん、うん、まあこういうのね、ハンドメイドで当時やったりしてるね、下地もヘアのニットとか、うん、要は虫食いとかをデザインっぽくハンドステッチでデザインにしてるモヘアとかあって、なるほどね、はい、あえてその後ボロいところをデザインにしたみたいなのがあって、それを見た時に、はい、こういう太めのステッチ合うんじゃねえかなって、やっぱその発想もこう当時のパンクスの時代からこう持ってきてる、うんうん、考えなんだ、直すんだったら遊び心入れようぜみたいな、あ、いいですね、うん、とてもいいね、うんうん、っていう観点で、はい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 、まずデザインの部分は、うんうん、作りました。あとは、まあ、デザイナーさんいろいろこう考えてやってくれて、うん、こう話した時に、うん、あれだったのが首元裾のダメージ入ってますね。ニットでダメージって結構ギリギリな感じするじゃん。そうですね、はい、だからでもパンクモヘアのさ、うん、大敗感みたいなのって、うんうん、ギリギリなとこない？わかる、うん、変にそう透けてたり、うん、首ビロビロで破れてたりとかね、うんうん、ぶっ壊れるギリギリ、うん、かっこいいね、あれがね、うん、あれを最初から味わえるように、僕個人的にとても好きだな、うん、その感じ、うん、最初からそのぶっ壊れるギリギリを味わえるように、はいはいはい、はい、うん、っていうところで、うん、なるほどね、うん、デザインはしていただきました、うん、はいはいはい、あれだね、でも設計的にはもうガンガン毎日切れるぜっていう、毎日切れる耐久度にはなってるんだもんね、うん、そう、うん、そのギリギリを攻めた、ああ、うん、嬉しい嬉しい、このまま一気にポロポロポロってなるんじゃなく、うんうん、ガンガン着ていただけるギリギリのダメージ、ああ、うん、はいはい、絶妙なとこだね、うんうん、作らせてデザインとしては作らせていただきました、はいはいはい、いいですね、はい、じゃあデザインに関してはね、うん、もうね本当にちょっと酔っ払ってない、あ、すいません、僕そうなんですよ、でも逆に調子上がってきてるんで、うんうん、はい、もっと酔っ払っていこうかなと思います、継続あるよ、うん、何でしたっけ、思い出しました、うん、デザインをね、やっぱもう今のうちくんが言ってくれた通り、うん、もう本当に今パンクスピリットがね、うん、本当にもうフルで詰まってるような、そうだね、うん、素晴らしいデザインです、うん、でさらにね、まだ終わんないんだよね、うん、こだわったポイントっていうか、そうですね、うん、まずモヘアの毛足感、うん、今やっぱね、原材料も高騰したりとかさ、うん、作るのも大変だけど、そうですね、こっち目本当に
この大敗感を残しつつギリギリまでキャッシュ出して、はい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 、モヘアのふわふわ感を、出しました。でこのやっぱりこう着込んでいくと、こう独立したあの、UK モヘアほどビロンビロン長くはさすがにならないけど、こうダマになっていくような感じ。まああのいいね、US のグランジ的なモヘアなんかにも通ずるような、あ、わかるわかる、あの洗ってない犬みたいな感じ。そうだね、わかるわかる、野良犬感、野良犬感ね、を出せるような、いいですね、しっかり毛足を立てた、はいはいはい、仕事になっております。あともう一つこだわったのが、はい、なんすか、意外とニットで、その着用いけんだってのはないと思うんだけど、おー、はい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 、これ裏面もね、実際着れるのよ。それはリバーシブルってことですか？まあ本当にリバーシブル仕様だね。ああ、なるほど、はいはいはい、裏面、ほうほう、あ、なるほど、こうなります。本当だ、だから裏はこう紐がほぼない、あまり立てずゲージが緩く、要はネットモヘア風。ああ、なるほどなるほど、そうそう、これ2枚、はいはい、こう貼り合わせになってるから、本当だ、あ、本当だ、面白いね、これ ね、で 黒とターコイズ逆なの。あ、反転するんだね。だから、はいはいはい、着込んでいくと、じゃあこっち面で来ましたってなった時に、ゲージが広がっていった時にターコイズから黒が透けるように、あ、わかるよ、黒からはターコイズが透けるように、はい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 、そんな仕様だね。これね、かなり表情変わりますね。変わる変わる、こっち面だからどっちかっていうとネットモヘアの雰囲気だよ。わかる、すごくわかる、しっかり出るように縫製してもらって、要はあのセッツのさ、あ、裏返しの T シャツみたいな雰囲気、ここのシームのことでしょ、ここね、シームアウトしてもしっかりシームが出るような感じ、はい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 、プラスもうその感じをもっと出すのに、この裏のさ、糸の処理甘くない？そうですね、ちょっとゆるっとしたところもあったりして、このさ、まあ、パンクの DIY っていうかさ、そうだね、そういうところを感じますよね、そうだね、だから決してこう作りとしてはしっかり、しっかり作ってるけど、しっかり作ってないよっていう雰囲気を、大事大事、出す裏面だね。意外とうちのスタッフは、まあリチウムグローバルスタッフは裏面好きで、あ、実は僕もこの裏面とっても、あの好きですね、なんかさ、このシームアウトしてこう成り立つってさ、土台にやっぱそのパンクの精神性がないと成り立たないかっこよさな気はするし、俺らはね結構こっち面推奨だって、わかるわかる、綺麗に着るんだってやっぱモテ面だけど、そうですね、なんかザクッとね、あの頃のね、780のパンクの雰囲気を出すんだったら裏面着用も、確かに、おすすめですね。裏面できたらいいんじゃない、もうこっち A 面にする、あ、そう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 、いや一応 B 面だけど、こっち A 面に行く、そうそう、 B 面の方がね攻めてるよっていう、まあだからこっちを A にしてねってぐらいで行きたいな、そうだね、 B 面、両 A 面にしとくか、あ、両 A 面いいかもしれない、両 A 面、いいスカジャン的な感じのノリでね、そうだね、両 A 面です、はい、じゃあね、もうすでにねかなり、あの欲しいゲージ溜まってきたぞってところなんですけど、なんかいいよね、でもいいですね、とてもまた自信を持ってお勧めしたい、で、あのサイズに関してはどういう作りですか、今回。そう、これめちゃくちゃ悩んだの、2サイズ作るか1サイズにするか、あー、なるほど、はい、1サイズです、ワンサイズなんですね、はい、ちょうどあの絶妙なところを取って、あの頃の UK モヘアの特徴でドロップショルダー、あー、とってもわかる、肩の丸みの感じ大事だね、そこね、まあ、しっかりドロップショルダーで出して身幅は広めで作るけど、着丈はそんなに長くつくの、わかる、着丈長いとロンジャンから出ちゃうよ、そうなのその通りそう、細身の UK アウターとか、こう着丈のあんまり長くない UK アウターにもちょこっと出るような、あ、そこも考えてくれてるね、なるほどね、っていう仕様、はい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 、だから俺個人的に着た時はそれこそ今井さんに着てもらうね、あのユーロのムートンとか、アービンとかすごく合うようにしちゃうね、また UK のウールコート、はい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 、あとは体格の言い方はロンジャン、にも合わせられるように、なるほど、今回ワンサイズ、はい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 、でうちのスタッフで身長160の子から、まあ俺が一番で178なんだけど、あのこの身長レンジだったら確実にいけるよ、多少着方の雰囲気は変わるけど、だから女の子も、おお、はい、であのお客さんで180超えてる子もいるんだけど、その子に着てもらってもそれだけ着丈のバランスは取れるように、あ、ありがたいっすね、多少 ね着方の雰囲気は変わるけど、まあフリーサイズ、あんまりサイズ感を気にせず、着ていただけるように、あ、なるほどなるほど、はい、だからさっきリバーシブルね、あれも両 A 面って話をしたけど、モヘアもあの80前半とかの、あのモヘア 70% を超える分厚い感じじゃなくて、あ、はいはいはい、ギリギリの薄さで2枚貼り合わせ、なるほど、だからどっちかというと雰囲気自体は80後半90のイギリスものに近いような、厚みで作ったから分厚かず、まあ夏以外長いシーズン、確かにそうだね、あさって1枚でもインナーでも
ていただける厚みとサイズ感で作らせていただきました。着込んでね、こう薄くなっていく過程もかっこいいのかなと思いますよね。いい意味でスカスカになってね。そうですね。逆にこうね、着込んでてしかもていうかこう裏面かとかで着てって着込んでた時に、透け感出た時に中にねバンティーとか入れてもね。ああ、いいね。もう本当にじゃあね、着方がね、もうね、何千通り。で今日規模がでかいよ。確かに人類だったり。そうだね。まあそう着方がね、いっぱいできるね、素晴らしいですね、スピリットの詰まったモヘアですけど、販売方法というかはどういう感じで考えておるんですか。リチウムクローバー、あのインスタでも上げた通り初売りが1月2日からになります。そうですね。クローバーが11時半から、でリチウムはちょっと1時間じゃなくて10時半からなんですけど、10時半から店頭と、ベースオンラインストアで販売を開始します。遠方の方にもじゃあお買い上げいただいて。そうだね、数はそんなに多くないから。まあちょっとうちの金の事情で。そうですね、これめっちゃ金かかったから。まあでもね、お金気にしてその妥協したものっていうのはやっぱ出したくないですから。そうだね、ですね。まあベースのオンラインストアの方はちょっと送料分1000円高くなっちゃうんですけど、もしよければ、10時半だね、1月2日の10時半にベースオンラインストアアップしますので、いいですね。ぜひ気になる方ご覧になっていただいて。はい、そうですね。まあ、初のねリチウムクローバーオリジナルだからさ、やれることはやりたかったよね。そうだね、ね、やっぱやりたいこと全て詰め込んでこそ、ね、やっぱ攻めないとダメよ。いや、そうよ、だからやっぱりモヘア風じゃなくてモヘアで作りたかったしね。で、リバーシブルだからお得だから。いや、そうそう、 2枚分だと思ってもらって。そう、2枚分だからこれ、ね、2枚分だから。そうよ、だからそこもね、飽きたら裏返してもらって、こういう UK ヴィンテージモヘア、パンクモヘアあったらいいなで、僕たちが作りました。そうですね、よかったらぜひ、はい、まあ年内最後の報告がオリジナル作れましたよっていう。そうですね、なんかとてもなんかいいタイミングでしたよね。そうだね、で、まあ、これをスタートとして2023年もね、なんか古着屋として、で服屋さんとしてね、そうですね、いいスタートが切れればとですね、思いますので、まあ今年1年ありがとうございました。いや本当にありがとうございました。で2023年来年もそうですね、まあよろしければよろしくお願いします。お願いします。という感じで締めますか。じゃあじゃんけんですよ、いつも。あ、そっか、なんかあれだね、どっちも今回ちょっと酔っ払ってるからさ、テンポ感がちょっと遅めだね。本当にスローリーだ。まだ僕酒弱いけど、酒飲んだ方が調子はちょっと上がるかもしれない。ああ、なるほど。しかも今日これ動画アップ29日、撮っての28ね。そうです、で今忘年会なんだよね、リチウムクローバー。忘年会、どうぞ。やっぱ昼からお酒飲むとこの背徳感も含めてね、なんかね、なんだろう、勝った気になれんのよ。ああ、なるほど。俺ちょっと1個だけ言って、俺日常だからちょっと。そっか、何でもね、やりすぎるとね、ありがたみが分かんなくなる。そうだね、今その状態、俺はかなりありがたみを噛み締めながら、俺だってマジで、みんなにアルチューおじさんだと思われてる。みんなそう思ってるよ。じゃあ2022年の取り納めですか。締めますか。そうですね、はい、しましょう。これじゃあ一緒にワクワクじゃんけんやる。あ、そうだね、これでも打ち合わせなしで会えばね。あ、会えば、あ、そうね、これじゃあ打ち合わせなしで、出したいの出しますから。はい、よし、行きます。はい、じゃあワクワクじゃんけんじゃんけんぽい。まあ良いお年を。あんまり意味ないから、じゃんけん実際。まあ良いお年を。はい、じゃあ